こんにちは。実況は私、西岡明彦。解説は福西崇史さんです。今日も福西コンビでお送りしていきます。いやー、西福コンビでもいいですよ。今日もよろしくお願いします。本日の試合は、湘南ベルマーレ対サンフレッチェ広島のカードです。今日のアウェーチームですが、今シーズンは非常にいい守備を見せています。いつも相手に仕事をさせませんよね。今日もそういう展開になりそうです。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力が高いシステムですので、爆発力はありますよ。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 4-5-1 ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。湘南ベルマーレになってからは、よく走るチームを作って健闘しているイメージがあります。ここで鍛えられた選手はいろいろなクラブで活躍していますよね。いい選手を育てるたびに引き抜かれている気もしますが。いよいよ試合が始まります。サンフレッチェ広島ボールのキックオフです。危険な位置です。緊張感が増してきます。スルーパスを出す藤田誠也。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ここで網にかかる。藤田誠也、いいタックルでしたがスローインになりました。井出口洋介。サンフレッチェが攻めに出ます。ルーズボールです。ボールはどっちだ。ここから先の出しどころに苦労している様子です。広島の攻撃です。リードを奪いたい。井出口洋介、ゴールは無人だ。クリアしました。決定的とも言える場面、素晴らしいクリア。高山薫、大竹洋平、菊池俊介、いい形でゴール前まで持ってきました。ボールはどうだ。ヘッドでのシュート、決まった。ゴールだ。ゴールが決まった。リードを奪いました。頭でゴールにねじ込みました。ディフェンスはマークにつききれませんでしたね。一瞬の隙を見逃しませんでした。ボールは戻されます。ボールを運びゴールに襲いかかります。
ここで勢いが止まってしまいました。ヘッドだ。キーパー反応した。ボールを弾く。綺麗にボールが走っています。三輪大輝、ルーズボールになった。スローインになりましたが、ピンチが続きます。さあ、スタジアムのテンションが上がります。青山敏弘、このシュートを弾いた。広島がコーナーキックを獲得。前に出しましたが気を抜けません。このパスはどうだ。チャンスを狙っています。柴崎康生、ゴールも狙える位置でのファール。先のことを考えすぎました。相手にボールを奪われています。ヘッドで合わせてきた。キーパーにボールが収まります。倒れている選手を見てレフェリーが試合をストップ。先ほどのプレーで負傷したようです。選手交代を余儀なくされます。監督としては計算外でしょう。レフェリーが選手を一旦外に出しました。ドロップボールで試合再開です。深刻な怪我じゃなければいいんですが。高山薫、湘南の攻撃です。大竹洋平、このボールはキーパーへ。柴崎康生、非常に美しいパス回しです。シュート、ボールはキャッチされます。ベルマーレが攻めに出ます。これは狙えます。菊池俊介、湘南がコーナーキックを獲得。菊池俊介、このヘディングは枠を捉えられません。難しい体勢でしたね。危険な位置です。緊張感が増してきます。青山敏弘、井出口洋介、ハンドです。ちょっと軽率だったかもしれませんね。マッツ・フンメルスですが、バイエルン・ミュンヘンへの移籍が決まりました。これまで所属していたクラブはボルシア・ドルトムントです。はい、この移籍でチーム力をアップしますよ。デビュー戦が楽しみです。いい形でゴール前まで持ってきました。ボールを失いました。じっくりと出しどころを探します。柴崎康生、ゴール。
同点となります。攻勢をかけてついにゴールが生まれました。素晴らしい連携を見せています。まだまだ点が入りそうですよ。別の角度からご覧ください。スコアは1対1。ここでハーフタイムを迎えます。前半が終了しています。ここまでのスタッツはほぼ互角です。福西さん、前半を振り返っていかがですか？いや、面白い展開になっていますね。ここから試合がどう動くのか注目です。ここで選手の交代です。この投入で流れを引き込みたいところでしょう。後半のキックオフです。雨はプレーにどう影響しそうですか？グラウンダーのパスは通りにくくなるかもしれません。バウンドにも注意が必要ですね。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか？ボールが中盤でカットされました。パトリックが突破を見せる。柏吉文上がった。キーパーパンチング。藤田誠也ボールを回してチャンスを伺います。視線が中にいった。さあ出すか。ルーズボールになった。上げさせません。クロスを出した。ボールへの寄せが非常に速い。パトリック、柏吉文、広島の攻撃です。スペースを見る。パトリックポスト。勝ち越したい。決まった。ゴール。このゴールで試合をリード。落ち着いてゴールした隅に決めました。ギリギリのコースを狙ってきましたね。難しいプレーですよ。これはこの角度からも見ましょう。藤田誠也、ボールは再び足元へ戻されます。チャンスを伺っています。シュートに行けるか。ゴールキックで再開になります。これで1点リードです。ゴールシーンの映像をご覧ください。ボックス内からゴール右下に叩き込みました。
青山敏郎、佐々木翔、さあ突破しましたよ。いいパスだ。主審はボールキックを指示しています。藤田誠也、両チームのポゼッションもご覧ください。ここまではほぼイーブンですね。柏吉文、チャンスになりそう。どうだ、キーパー弾く。ここはサンフレッチェのコーナーキックです。どうやら選手交代でチームの活性化を図ります。柏吉文、ボールはキーパーの手の中へ。苦しい試合になっていますが、ホームのサポーターは諦めていませんね。まだ1点差ですからね。選手たちも力が出ると思いますよ。藤田誠也、パトリックが突破を見せる。シュート止めた。いいボールが出ました。ゴー圧倒的内容で試合を支配しています。今日はもう完全に乗っています。こちらのカメラからの映像です。キリノ、菊池俊介、湘南の攻撃です。さあ折り返した。シュートを狙う。ゴールが決まりました。この流れを大事にしたいですね。ついに1点も返しました。反撃ののろしとなるでしょうか。残り時間はわずかですが、諦めずに最後まで攻めるしかありません。千葉和彦、岩波拓也、井出口洋介、広島の攻撃です。リードを奪いたい。井出口洋介、ゴールは無人だ。いい形でゴール前まで持ってきました。ゴールはどうだ。ヘッドでのシュート。
ています。